神チューブのゴッドフィンガー伊藤です。今回はですねこちらですね、AssaultO0707ですよね。そして今回のラインナップ軽く紹介したいと思うんですけども、まずいつもの A 賞ビッグサイズフィギュア全3種類で、シンジ君が選んで勝った賞をヒラミアスカラングレーということで、今回のこのフィギュア見てほしいんですけど、シンジ君ジャージのハソリ一体化、そしてパシャル前のアイナミで過去歌唱、パーカーのアスカと続いておりますね。これね、どれとってもいいと思いますし、しっかりとね、この一連の場面の流れとなっております。そして台座の方も、しっかりとね、これがれきになってて、これはなかなか飾り映えするんじゃないかなというふうになっておりますね。そして B 賞、ラバーマスコット、全4種類ですね。そして今回もアソドといえばこのフィギュアとリンクしている、このラバーマスコットって感じになるんですけど、今回どれとってもいいんですよ。もちろんシンジ君、アスカ、アヤナミってあるんですけど、アヤナミのシーンはたまんない、制服のアヤナミまで入っているということで、もうこれはね、B 賞も欲しい。そして最後、C 賞ですね。C 賞に関してはもういつものアソートですよね、これね。全10種類あるんですけど、もう今回のやっぱ目玉といえば、希望という病にすがった藤井幸三先生、そして当時光ツバメ、またケンスケとかね、こういったところのキャラクターもあるっていうところが、なかなかいいなっていう感じがしますね。さあ行きましょうか。とりあえず今回もね、これ多分おそらく不均一ということになっております。そしてね、僕ねアソート01から07まで全て動画の方でやっておりますんで、まあ、そちらの方も見ていただきたいと思うんですけど、僕ねアソート運が全くないんですよ。なんで今回はもうね1回2回3回以外でね、もうバババッと出して帰っちゃおいたいと思いますね。そしてね、このお店の方なんですけど、僕この前ねちょっと見に来た時に結構減ってたんですよ。なんですけどこれかなり補充されてるんで、まあ、そこら辺がちょっとね怖いなという感じがしますね。なんですけど僕も今ねゴッドフィンガー伊藤と言われておりますから、軽くサクッと回してサクッと終わりたいと思いますね。それでは行きましょうか。400円ですから皆さんね、前のアソートから100円値上げしております。まあ、その分ねフィギュアのクオリティとかね、そういったところが上がってくれてればいいんじゃないかなというふうに僕は思いますけどね。まあ、1回で決めましょうよ。もう動画3分。行きましょう。1回目。さあ、行きましょうか。さあ、記念すべき一発目ですね。もうアソート職人的にはね、めちゃくちゃ軽い。行きます。せーの、よいしょ。お、缶バッチですね。せーの、よいしょ。お、出ましたね。当時、光、ツバメ。いいですね、これ。で今回ちょっとね、キラキラ感がちょっと減ったんじゃないかなっていう感じがしますね。まあ、デザインの方がね、そんな感じかもしれないんですけど、ちょっとキラキラ感薄くれたかなっていう感じがしますね。まあ、400円ですから。さあ、2回目。出るといいですね。まあね、どれがいいかなっていうところなんですけど、僕今回やっぱね、この、まあ、どれもいいですよ。シンジ君がね、ちょっと欲しいかなっていう感じですよね。さあ、2回目。あ、ちょっとね、今音が重い感じがした。アソー職人的には。いきます。せーの、よいしょ。お、ラバーストラップですね。お、アスカじゃないですか。これじゃないんですよ。これは確かに欲しかったですけど、こっちなんですよ。こっちね。ね、まあ、これは必要な儀式かもしれないですよ。だけど、フィギュアなんですよ。大丈夫ですかこれ。ちょっと怖いっすよね。ですね。いや、カメラ持ってるのはモックンさんなんですけど、モックンさんどれがいいですか？はい、自分はアスカ推しなので、アスカが欲しいです、ね。アスカ、アスカ。はい。これいいっすね、これ。そうですね、それ、羨ましいです。じゃあ、これ出たら、これ交換してくれますか？はい。意味わかんないですね。はい。行きましょう。さあ、3回目ですね。そろそろ出したいですね。もう ね、もういいですよ。もういい。もうアソートは帰りたい。9時オープンなのにまだ暗いんですよ。どういうことですかね、これ。さあ、行きましょう。うわぁ、軽いなぁ。行きます。せーの、よいしょ。え、ラバーマスコットこんなに多い？せーの。あ、アヤナミ制服バージョン。やりましたね。どん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 ラバーマスコット揃ってきましたよ。行きましょう。いやー、きついなぁ、これ。次4回目ですか。手がね、震えてきましたね。ようやく。ようやく、アソートの怖さに思い出しましたよ、今。行きましょうか。さあ、
4回目ですよ、皆さん。これでも1600円ですよ。行きましょう。せーの。またラバーのスポット。せーの。よいしょ。新次くん。もう新次くんじゃないですよ。新次くんじゃないんですよ。新次くんじゃなくて、これね、完全に来ちゃってますよ、ね、これ。でもあれですよね、缶バッジが出てないですよね。おそらくここから缶バッジの波が続くんではないかなと、なんとなく予想してますけど。行きましょうか、はい、とりあえず出しましょう。そうですね、はい、さあ行きますね。5回目、2000円目です。もうちょっと欲しいですね。音のカコンって音いきます。さあせーの、よいしょ。うわ、ピンクってことはマリさんかな。出た、マリさん。シドブラックスのマリさんですよ。悪くないんですよ。まあ多分皆さん、いや伊藤本当にガチャ運ないよねって多分みんな思ってるんじゃないですか。了解してきます。いや了解してきましたよ。ちょっとね、暑くなってきましたね。まだオープン、お店がオープンしたばっかりなんで、空調があんまり効いてなくて、結構ジメッとしてるんですよ、今。もう結構ね、脇汗やばいです。さあ、行きましょうか。これで次、6回目ですね。6回目。うわぁ、暑いか。さあ、こういう時こそ、こういう時こそ声出そう。行きましょう。6回目です。あ、これ来たかもしれないですね。行きますね。あ、来てないですね。行きます。せーの、よいしょ。お、いいじゃないですか、いいじゃないですか。アスカとマリさんのツーショット。ツーショットじゃないっすわ、本当に。いやー、これ、マジで大丈夫ですか。僕、ゆるキャンの時にマジで全部ぶつかって、結局フィギュア出なかったんで。いきますね。6回目。いやー、皆さん今ね、ご飯が美味しく食べれると思いますよ。いきます。6回目ですね。はい、せーの。ちいかまにします。ちいかま、トムとジェリーもいいですね。はい、いいですね。行きましょうか。はい、何でしょう。ちょっとね、クーラーがようやく効いてきて涼しくなってきましたよ。いや、びっくりした。今間違えたと思いましたね。いや、じゃあちょっとバズってきましたね。行きます。よし、行きますね。もうね、開けなくても分かるんですか。せーの、よいしょ。おー、アスカのシノプラグスーツ。おーじゃないっすよ、さっきからだから。これ入ってます。電車に聞いた方がいいっすか。はい、入ってます。入ってますかね。はい、入ってます。いや、入ってればいいっすよ。僕こそまさに希望という名の病に座ってますよね、これ。そうです。いきます。うわー、いきます。せーの、よいしょ。さあ、シンジ君があれですね、これ一歩リードしてますね。シンジ君2体もいらないですね。なるほどなるほど、そういう感じなんですね、今回はね。さあ、これで2、4、6、8、9、10回目です。はい、4000です。4000のフィギュアですか。近くに駿河屋湖南店さんあるんで、いや、買えたんじゃないですか。さあ、行きましょう。このまま行っちゃダメですよね。はい、あ、今日はガチャの動画なんで。あ、これ多分カタカタいってるんで、はい、行きますよ。はい、おそらくフィギュアです。絶対フィギュアです。麻生職員が間違いないです。あとは残すところ、シンジ君、アイナミ、アスカのどれかというところだと思いますので、アイナミだと思っていきますよ。はい。さあ、行きますよ。皆さん、大注目です。4000円目の、出ますよ。せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。
サービスじゃないですよね、全然。そうですね。了解してきます。はい。もう同情されてますよ、僕も。行きましょうか。いや、おばあちゃんに同情されちゃいましたね。行きます。あっちの女性の方はなんかカードを出されたみたいですね。いいですね。行きましょう。さあ、来い。カタンと来ましたね。さあ、行きましょうか。せーの、よいしょ。あ、相当ってこんなんでしたっけ。いやー、相当きついわ、これ。いますね。ああ、もうね、意地ですわ。意地です、これはもう。登板できたら。引けないですね。もう自分との戦い、もう希望という名の病にすがった結果ですよ。これもう行きましょう。ほい。行きます。せーの、よいしょ。さあ、来ましたね、これ。見てください、これ。アスカに、シンジ君に、アヤナミにと。いります、こんなに。ああ、なるほど、そういうことですね。ってことは、あと、もうバッジも結構ね、これ、来てますんでね。これ、コンプリートできちゃいますね。いやー、これ、行きましょうか。ちょっとね、熱い。行きますね。もう意地です。朝からマジでやめてほしい、こういう結果。行きますね。もう今この穴から覗いちゃったっていうね。行きましょう。せーの、よいしょ。もういいっすよ、もう本当に朝からマジで。モックンさん、はい、これどうですか。かなり厳しい戦いですね。あの、僕とアスフォートの相性の悪さはこれで痛感してくれました。はい、埋まってますね。そうなんですよ、これなんですよ、いつも僕のガチャ運のないゴッドフィンガー移動。いきますよ。あ、もうね、動揺しちゃってね、これ。さあ、行きましょうか。もうどれか出しましょう、せめて。そうですね、はい、せめて出して帰りましょう。はい、行きます。いきますね。せーの、よいしょ。はい。どういうことですか、この偏り方。やばくないですか。え、こんな偏るんですか。いいですよ。せめて、カンナッチもコンプできるってなったら、まだ考えますよ、僕も。辛いっすね。行きましょう。せーの、よいしょ。いますね。さあ、よいしょ。初めての綾波の缶バッジ、これはまあ嬉しいですよ。了解してきます。はい。行きましょうか。元気出していきましょう。あ、そうか、きついなぁ。こんなんなんですかね、アソートって。みんな結構ツイッターとかでね、パンパンパンって出たとか、これ聞きますけどね。さあ、モックンさん、はい、どれだと思いますか、今度こそ。はい、今度こそ綾波が来てくれると。綾波ですか。はい、じゃあ僕は綾波が欲しいですね、やっぱり。綾波欲しいと、新宿も欲しい、飛鳥も欲しいですよ。はい、来ました。音を聞いてください。ほら、今までに聞いたことがない、何か重さを感じる樹脂の音がしますよ。行きましょう。麻生職人、行きます。せーの、よいしょ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 。おっ、飛鳥、もう一回言っていいですか。もう一回言っていいですか。ほら、ワンチャンあるかもしれないんで、あるかもしれないですよね。行きましょう。これラストで、ラストアソート。よし、来い。
わかります？はい、わかります。音が出てますね。さあ、どうでしょう？はい、綾波です。綾波ですか？はい、綾波です。僕は、シンジ君だと、綾波が欲しいと思うと多分綾波出ないんで、シンジ君。でも、ジャージのシンジ君も欲しいんでね。さあ、最後に、いきますよ。せーの、よいしょ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 。あ、綾波。これ、ひょっとしてですよ。あるんじゃないですか。三連ちゃん。行きましょうか。せっかくなんで行きます？プラスで行きましょうか。もう一回。わ、はい、かんないですね、だって。これ、ひょっとして重さの加減で、真ん中に寄っちゃったパターンじゃないですか。可能性大ですよね。さあ、こうなったらもう新宿出して帰りましょうよ。はい。ほら、ちょっと待って。これ何だと思います？ほら。マジで？ロックさんどうですか？じゃあ、新宿出してコンプしましょう。それで終わりましょうか。はい。いきますね。さあ、いきます。せーの。よいしょ、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 よいしょ。ロックさんどうですか？じゃあ、シンジ君出してコンプしましょう。それで終わりましょうか。はい。いきますね。さあ、いきます。せーの、よいしょ、ほら。ボーナス確定。え、マジで？え、ちょっと待って、なんでこの引きを今なのっていうね。もうちょっとね、もうちょっとこの辺ぐらいでこれがやってくれたら、もう伊藤さんやっぱ持ってるよねってみんな言うと思うんですよ。まあ、やめましょうか、これで。はい。はい。まあ、今回はですね、エヴァンゲリオンアソート07の、もう僕との因縁の対決。まあ、こんな感じで、おそらくね、これね、負けですわ、完全に、勝負的には。でもね、やっぱりね、この、今回の A 賞のフィギュア、シンジ君も綾波もアスカも、どれもいいフィギュア、可愛いフィギュアになってますんで、ぜひとも皆さんもね、まだこのガチャ入ってばっかりなんで、ぜひとも皆さんもね、ぶん回して、自分の好きなやつ出してほしいと思いますね。もっくんさんはアスカが欲しいですもんね。はい。じゃあ、ここからアスカぶん回しましょうか。そうですね。そんな感じですよね。はい。じゃあ、そんな感じで、今回の動画をいただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければ、グッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしく。お願いします。なんでこうなるんですか？なんでこうなるんですか？僕も今ね、ゴッドフィンガー伊藤と言われておりますから。